こんにちは、ゆうぞうです。さあ始まりました、ゆうぞうホビーベースのラジコンコーナー、ラジコンコース自作編ということで、こちらの畑にですねラジコンコースを作っていきたいと思います。それではスタートします。はい、で、ラジコンコースをですねこの畑に作ってたんですけども、このね人力でねこのクワとこのねスコップでね人力でこうやってねこうやってね作ってたんですけども、いやもう一生かかるということで、文明の力をちょっと使っていきたいなと思います。はい、はい、このお船、この耕運機でまず大体の道を作って耕してね、あとはこう平らにしたり叩いたりしてコースを整備していきたいと思います。あと友達も駆けつけてくれましたので、ちょっとあわよくば手伝ってもらおうかなと思ってましたが、ちょっと今日ねめっちゃ暑いので頑張ります。じゃあやるかじゃあまずね、まず大体の道作っていきましょう。これはチョークを引っ張り運転にして、まずざっとね道を作っていきたいと思います。えぐない？あ、めっちゃ楽だわこれ。これね、果てしないよこれめっちゃ果てしないわ。できたんで、ちっちゃくして、ちっちゃくして、あの、一回そこから増築していこうそうだね、ぐるっとこうちっちゃく回れるようなコースを作って、そうで、後々こうそれ でもでかいのを作っていくと。そう、ちょ最初でかすぎる。そうだねこれいや、よかったよ。いや、最初やっぱ出がすぎる。友達を呼んでよかったですこれね、一人でやってたらもうね、一生かかってたね。これやばいね。よし、じゃあ、あの耕したところを今度掘って土手を作って固くしていくと、そっから行っていきましょう。はい、それではね、ここにこんな感じでオーバルコースの縮小版をね作ったので、この盛り上がったところを鳴らして平らにしていこうかなと思います。さあ、それでは完成しましたので、いよいよまずねランチボックス走らせていきたいと思います。じゃあスイッチオン、いくよ。記念すべき第1回ゆうぞうカップ開催します。 ありがとうございます。いきます。おー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 、はい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 、あーすごいデコボコして、まっすぐまっすぐ走りません、まっすぐ走りません。ちょっとこれむずいぞ、ちょっと待って、遅くします。
て、いいじゃん。これジャンプ台っていうよりもうただの上りになってるけど。あーしゃー、あ、乾燥、乾燥するぞ。オッケー、いやー、いやー、よかったです。これからね、友達と一緒、子供たちもね、一緒に走らせていこうかなと思います。よし、やろう。よし、スタッフ4位。遠近感が難しいね。助けて。はい、カメラのバッテリーが切れてしまいまして、エンディングも撮れなかったんですけども、無事にラジコンコース完成いたしました。はい、でもともとね、畑だったんですけども、今は使われてなくて、雑草とかね結構ボーボーに生えてて、手で掘り返すのもね、あの根っこがすごい張り巡らされてて硬くてね、大変だったんですけども、耕運機のおかげで本当に助かりました。耕運機ね、まあ、家にあったやつなんですけど、畑ね、畑耕すのにね、耕運機でね、柔らかくして、で掘り返してこう固めてね、すごいはかどりました。でね、友達もね手伝ってくれたので、本当ありがとうございます。助かりました。粘土質ではないんですよね、やっぱ畑なので、ちょっと砂っぽいんですよ。でこうスタックする時とか、あと砂撒いちゃう時とかあるんですけども、普通に走らせることはできました。公園とかグラウンドとかでこう自由にね走らせるのも楽しいんですけども、コースでね集中して、難しいんですけど集中してこう走らせて、だん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 ね慣れてくるんですよ。だん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 慣れてくると、あ、自分で操作してるぞ、なんかこう支配感がすごい、もう嬉しくな、楽しくなってきて、コースでね走らせたことなかったので、うわラジコン楽しいって、またね違う楽しさがね出てきてね、ほんとね、まだまだねいっぱいあると思います、ラジコンの楽しいところなので、もっとねラジコンでね遊んでいきたいなと思います。子供たちもね結構楽しく遊んでました。でね、うちの長男6歳なんですけど、コースねほらやってみろっつってやったら結構ねできるんですよ。いやすげえなって思って、で楽しくね遊んでたので、これからねもうちょっとやっていきたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。